今晩、週刊誌報道でお騒がせをしておりますこと、多くの皆様方にご心配とご迷惑をおかけしましておりますことも心から謝罪申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。週刊誌報道で記事化されていることはおおむね事実でございます。従いましてそれによりまして当該彼女を傷つけてしまっていること、そしてまた苦しい思いを長年にわたってさせてしまっていることに対しまして心から真摯にお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。そして先般の参議院補欠選挙直後のスキャンダルということもございまして応援をしてくださいました多くの皆様方に失望と落胆をさせてしまいました。大変に深く反省をいたしております。これらすべて私の若気の至りまた心の弱さそして不徳のいたすところだと認識をいたしております。すぐにお許しをいただくということは当然難しいとは承知をしておりますけれども私の限られた任期の中で一つ一つ政治に向き合うことで国政に全力を尽くすことで信頼を回復してまいりたいというふうに思っておりますのでどうか引き続きのご指導、叱咤を頂戴できればというふうに考えております。